welcome to the real world where you finally are waking and you start to see the future. こんにちは、あさりです。今日は久しぶりにアイハーブの購入品紹介をさせていただきたいと思います。だいたい3ヶ月ぶりぐらいにアイハーブの購入品のこちらの動画を撮ることになったんですけど、買い物はしていたんですけど、なかなか新しい商品を買う機会がなくって、最近やっとちょっと気になるハーブティーですとかハンドケア製品が見つかったので、今回ご紹介させていただきたいと思います。今回は全部で8点新しいものを購入させていただきました。ぜひ気になるものあるかどうか最後までチェックしてみてください。それではお願いします。まずこちら飲み物なんですけど、スタッシュというブランドでハーブティーと紅茶を購入しました。この2つダブルシリーズということで、ダブルベルガモットアールグレイといって、ベルガモットのエキスが通常のものよりダブルで入っているという柑橘系を存分に感じられるアールグレイの紅茶になります。でこれは以前も買ったことあるんですけど、こちらは本当にめちゃくちゃ美味しくって、常に在庫をストックしてるぐらい、お気に入りの紅茶の一つになります。でこちらが今回初めて買ったんですけど、ダブルスパイスチャイっていうことで、こちらもスパイスが通常のものより2倍入っているっていうことで、こちらは飲んでみたんですけど、私はもともとシナモンとかスパイスがとっても好きで、自分でチャイを入れて飲む時もさらに別でシナモンを振りかけるぐらいシナモンが大好きなので買ってみたんですけど、そういうスパイス好きな人には本当におすすめの、存分にこうシナモンの香りを楽しめるチャイでした。本当にこれをちょっと濃いめに入れて、でミルクと割って飲むと最高に美味しかったです。で私なんかはもうさらにシナモンパウダーを振りかけて、見た目も可愛いのでそういう感じで飲んでました。すごくおすすめです。で3つ目、こちらもちょっと面白いなと思って買ってみたんですけど、これは、アジアンペアハーモニーって言って、梨のフレーバーの緑茶になるんですけど、まずこの見た目、パッケージのなかなかこう日本人ではあまり思いつかないような、この梨の上に松盆栽が乗っかってるっていうこのデザインにまずやられて、とりあえずちょっと試してみたいなと思いました。レビュー見た時も評価も高かったので、ちょっと味も期待できるなと思って買ってみて、今実は飲んでるんですけど、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、見た目は普通の緑茶、グリーンの色をした緑茶になります。で香りがまずこういう感じのパッケージなんですけど、まずこうパッケージの状態で嗅いでも全然分からないんですけど、開けると梨の香りもするんですけど、ちょっとこうツンとしたアルコール臭というか、なんか除光液みたいな香りがしました。ただお湯を入れてこういう状態で飲む時にはツンとした感じはないので、そこまで心配はしなくて大丈夫なんですが、このパック自体で嗅いだ時の香りが少し個性的なので、ちょっとそれだけ好みが分かれるかなと思いました。で実際飲んでみたら、味は普通の緑茶、飲み干した後にふんわり甘い香りが広がるっていう感じで、なんか今までない感じの、梨に緑茶ってあんまりない組み合わせですよね。でも意外性があって美味しかったです。確かに梨の香りがふわっとします。梨の好きな人とかは結構好きなんじゃないかなと思います。でちょっとこう香りが甘いので、夜中ちょっとお腹空いた時とか、ダイエット中の方とか結構飲むと満足できるんじゃないかなと思いました。まずこちらがスタッシュの、
紅茶のご紹介になりました。では続いてがこちらマウスウォッシュになります。でこれは、クレストのバクテリアブラスト、こちらもあのホワイトニング効果が期待できるマウスウォッシュになります。以前何度かご紹介していたクレストの、 あのホワイトニング効果のあるマウスウォッシュが大好きで、あの毎回購入してたんですけど、今回ちょっと購入しようかなと思ったらその商品がちょっともう買うことができなくなってしまっていて、で代わりに見つけたのがこちらの商品でした。ちょっとあんまりこうレビューの数が少なかったのでどうかなと思ったんですけど、意外と良かったのでおすすめさせてください。まず量がめちゃくちゃ大きいんですよ。でこれが、946ml で、今まで使ってたのが400、まあ、500弱ぐらいだったので約倍ぐらいの大きさになります。値段が1500円ぐらいだったので値段がそんなに変わらないんですけど、量が倍あるのでかなりコスパも期待できます。で、使用感も同じように、結構ミントは辛めのミントになってます。ちょっとあんまりこうスースーするのが苦手な人はもしかしたら苦手かもしれないんですけど、まあ、慣れると言いますか、私もあんまりこう辛いのは苦手なんですけど、まあ、1週間ぐらいすると全然平気になってくるので、そういう辛いの苦手な人でも効果がめちゃくちゃいいので、そのぐらいおすすめできる商品になってます。で何がいいかっていうと、まず口の中が本当にさっぱりするので、まあ、朝昼夜使っていただいてもいいですし、私は朝と夜使ってるんですけど、必ず歯磨きした後の仕上げとしてこちらでうがいするようにしています。そうすると本当に口の中が爽やかになって、その後の口臭とかがほとんど気にならなくなるんですね。その後に例えばコーヒー飲んだりとか、ちょっとそのニンニクのものとかはさすがにダメだと思うんですけど、ちょっとこう香りの強いものとかをその後に飲んだり食べたりしても、その香りがつかないというか、そんな気にならないぐらい爽やかな息が続くっていうのと、あと寝る前に使うと寝てる時って口内細菌が一番繁殖しやすいので、起きた後ってすごい口臭が気になると思うんですけど、ほとんど気にならなくなるぐらい口内細菌の除去に長けてるものなんじゃないかなと思っています。でホワイトニングに関しては以前の商品にも説明してるんですけど、これを使ったからといって歯が白くなるわけではなくって、それ以外に別でホワイトニングをしたりですとか、クリーニングした後のこの 歯の綺麗な状態が長く続くっていうので使っています。ただちょっと大きいので洗面所とかかなり場所を取る可能性はあるんですけど、まあ、そういうのが気にならないようでしたらぜひ一度試してみてほしいです。で、次がその関連商品で、同じくこちらのクレストのこれは、ホワイトニングシートになります。多分結構いろんな方がおすすめしてると思うんですけど、透明のシート、ちょっと開けてみようか、透明のシート状のものを歯に貼って、で時間を置いてホワイトニングができるっていう商品なんですけど、で、下が長くて上が短いと思うんですけど、この長い方が、前歯につける方で、この短いのが下の歯につけるっていう風に分かれていて、でこれを歯につけて30分ぐらい放置しとくんですけど、そうすると歯が白くなるっていう商品になります。やはりクレストの商品なので本当に白くなります。ただ1回で真っ白になるかっていうとそういうわけではなくって、まあ、何回か継続して使っていただくと確実に歯は白くなるので、私まあ、気になった時って感じなので3ヶ月に1回ぐらいのペースで使っています。28枚入って
7000円ぐらいだったと思うんですよね。なので、まあ、決してすごい安いってわけではないんですけど、まあ、28枚入ってるとして、まあ、3ヶ月に1回だと結構何年も使えるものになるので、コスパはそんなに悪くはないんじゃないかなと思います。で、ちゃんと白くもなるので、まあ、手軽に家でホワイトニングをしたいなっていう方にはすごくおすすめの商品になっています。続いてがハンドケアになります。こちらハンっていうブランドで2点購入しました。ハンという商品は結構いろんなセレクトショップで取り扱っていて、私もなんか何度かお店で見たことがあって、こうパッケージがすごくシンプルかつ可愛いのでとっても気になっていたんですけど、まずハンはスペインのブランドで、このボトルは 100% リサイクル可能なポリプロピレンプロプラポリプロピレンプラスチックを使用しています。とってもシンプルで可愛いですよね。パッケージリサイクルできる素材で作られているということで、環境にも優しい、ブランドとなっています。で、こちらの2つを私は購入したんですけど、まずこの小さい方、これが、ハンドクリームになっています。私本当ハンドクリームばかり買ってる人みたいなイメージかもしれないんですけど、そのぐらいハンドクリーム欠かせないので、こちらはフィグフィズといってイチジクの香りなんですけど、この香りのイメージとしてはグリーンイチジクとトンカビーンの甘いアロマエッセンスにバニラのようなバルサミコを思わせる芳醇な香りっていうことだそうです。なんかこの説明を聞くだけでも本当にイチジクにトンカビーンにバニラってめちゃくちゃなんかお菓子みたいな香りを想像するんですけど、まず出した感じは見た目は普通のクリームといった感じです。で、飲み具合は程よく、まあ、ローションに近い割と緩めのテクスチャーになってます。で、香りがめちゃくちゃいいです。さっき言ったようにイチジクとトンカビーンとバニラっていう、ちょっと想像するとかなり甘いんじゃないかなっていう感じの説明なんですけど、実際香るとちょっとこうスパイシーさもあるイチジクの香りということで、私は本当に大好きな香りです。全然甘ったるい感じは全くしないです。ただイチジクのこうほんのり甘い感じはするんですけど、程よくスパイシーさもあって、でなおかつ結構こういう甘い香りって香りが強めのものが多いと思うんですけど、これは本当にほのかに香る感じの香りの強さで、それもすごくいいと思います。結構ハンドクリームって手につけるので結構他の人にも香りが伝わりやすいというか、インパクトのある香りだと結構香りが広がりやすいですよね。で、香りって人それぞれ好き嫌いがあるので、あんまりこう強いのだと他の人にとっては嫌いな香りっていう可能性もあるので、あんまりこう強い香りのものは避けてるんですけど、これは本当にちょうどいい香りの広がり具合で、まあ、強めが好きな人にとってはちょっと物足りないかもしれないんですけど、今もこうやってる間に結構もう香りはおとなしくなってきてるぐらいほのかに香る感じになります。で、あと私が本当に一番いいなと思ったのはこの質感ですね。しっとり感を感じるんですけど、全然ベタベタしないんですね。表現すると油分でしっとりしてるっていうんじゃなくって、こう水分を含ませてるような、なんかみずみずしさを感じるしっとり感というか、これがめちゃくちゃいいなと思いました。オールシーズン、今夏使っても全然こう重たい感じもしないですし、冬はまだ使ってないのであれなんですけど、冬使ったとしても全然カサカサする感じはしないんじゃないかなと思いました。なのでかなり
いいなと思っています。あとこの見た目もすごい可愛いし、こうかなり薄いのでバッグに入れても全然かさばらないあのパッケージだなと思ったので、そういう点もすごく気に入りました。で、香りが3種類ぐらいあったんですけど、香りの名前だけ見て判断してるんですけど、なんか個性的な香りが多かったので、フィグ、フィズがどんな人にも一番こう受け入れやすい香りなんじゃないかなと思ってこちらにしました。ちょっと他試してないので何とも言えないんですけど、あのもし迷ってるんだったらとりあえずこちらのフィグフィズから購入するのをおすすめしたいと思います。で、もう一個がハンドソープになります。これも同じくグリーン系の色のボトルなんですけど、ピュリファイングバーベナといって、あのバーベナの香りのハンドソープなんですけど、これもすごく良かったです。バーベナなのでちょっとこうアロエみたいな爽やかなこう夏らしい香りなんですけど、あのハンドクリーム同様これもすごくほのかに優しい感じで香るので、その点もすごく良かったですし、ハンドソープ自体が透明の、あのリキッドタイプになるんですけど、肌に優しい感じも残しつつ、あの泡立ちもとってもいいのですごく洗いやすかったっていうのもありますし、このやっぱりあのこの質感がとってもいいブランドだなと思ったんですけど、洗い上がりが本当にしっとりします。だけどこうなんかヌルヌルする感じのしっとりさではなくって、ちゃんと肌はあの洗い上げてさっぱりするんですけど、でもこう肌を触ってみるとしっとりこう水分を含んでるような感じを感じられるっていう、今までになかった感じのハンドソープでした。これ本当にめちゃくちゃいいです。香りもその万人受けしそうですし、洗ってる時ぐらいしか香りは感じないぐらい本当にほのかな香りなので、そういう点もいいですよね。やっぱりこうご飯食べる前とかずっとあのいい匂いであっても何か香りが続くのはちょっと嫌だなと思うので、そういう点もめちゃくちゃいいなと思いました。こちらもあの何種類も香りがあるので、ぜひあの他のも試してみたいなと思いました。で、最後ですね、こちらのフェイスパウダーになります。ウェットインワイルドのルースセッティングパウダーというフェイスパウダーになります。フェイスパウダーもいろいろ今試していて、何が一番いいかなと選んでいる最中なんですけど、これはなかなか良かったです。こういう感じの、 あのかなり細かい粉が入っていて、ちょっと見た目はほのかにベージュなんですけど、肌につけるとほとんどこう色は出ないぐらいなので、透明として使っていただけると思います。使った後にこすったとしてもこう茶色くなったりとかは全然しない感じ の、 あのほとんど白色のパウダーっていう感じになります。粉の粒子が細かいので、肌がこれをつけるとサラサラになるんですよ。すごい分かりにくいですよね。本当今こうツルツルで、ここがかつあの色がないので、白浮きするわけでもなく肌が茶色くなるわけでもないので、とっても気に入りました。こっちがしてなくてこっちがしてるっていう感じなんですけど、で私はあのスキンケアだったりあのベースメイクはかなり保湿重視でやっているので、最後の仕上げとしてこうパウダーはあのサラッとしたものであの仕上げるのがすごい好きなので、パウダーはあのサラサラのものを好んでよく使っているんですけど、これはあのそういうサラサラ度もすごい気に入りましたし、あと結構大きめですよね。でこれで1000円しないぐらいだったので、コスパもあの最高にいいなと思ったので、かなりこれは今後も使っていきたい商品だなと思いました。結構人気で売り切れてることが多いので、
その辺がなんか常に使えるぐらい在庫があるともっといいなと思いました。はい、今回の動画以上となります。いかがでしたでしょうか。今回もたくさん素敵なお気に入りのアイテムを見つけることができました。皆さんも何か気になるものありましたでしょうか。まだまだ知らない、買ったことないアイテムもたくさんこれから試していきたいと思うので、ぜひ皆さんのおすすめアイテムも教えてください。で、今回私はやはりこのハーンの2つのアイテムが一番のおすすめ商品となってます。ぜひ気になる方いたらチェックしてみてください。今回買った商品は全て概要欄で詳細貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。You can have it in the end and know yourself.